今回の動画はスイングアームの交換をしていきたいと思います。これを前回鏡面加工したスイングアームと交換していきます。みなさんこんにちは。今回の動画は黙々と作業をするだけの動画になりますが、最後までお付き合いよろしくお願いします。まず最初はチェーンカバーの取り外しを行っています。次はブレーキとスイングアームをつないでるロッドを外していっています。サイレンサーを外さなかったのでちょっとスペースが狭くてやりづらかったです。次はタイヤを外していきます。そこまで神経質にならなくてもいいと思うんですが、一応フロントブレーキの方をバンドで縛ってます。ベアリングの打ち替え時に使いたかったゴムハンマーを今回は使用しています。次はショックとタイロッドのボルトナットを緩めて外していっています。最後はここのボルトナットを外せばスイングアームが外れてくれます。ボルトを抜くときにスイングアームをできるだけ平行にできればすんなり抜けるんですが、どうしても途中で斜めになってしまうんで、電動インパクトで回転させながら抜きました。取れました。ちょっと汚いんで掃除だけ軽くしてから取り付けていきたいと思います。あとここのリンクのグリスアップもついでにやってからスイングアームつけていきたいと思います。普段なかなか手が入りづらいところなので、今回はちょっとだけ綺麗に磨いときました。またすぐに汚れてしまいますが、ついでにショックの方も綺麗にしました。気持ちだけ新品の気分です。性能は回復しませんが、気持ちの問題だと思います。
リングアームに部品を取り付けました。今から車体の方に取り付けていきたいと思います。今回も1動画につき1つやらかしています。もうお分かりになられた方もいると思います。まだこの時点で私は気づいていません。こんなはずでは。母言いながら気づきました。チェーンを上に通すのを忘れて二度手間になっちゃいました。かなり息切れ起こしてます。まあ、ここまでついたらもう楽勝なんで、あとはちゃちゃっとつけて終わりたいと思います。あとは取り外した順番と逆の手順でトルク管理しながらちゃちゃっとつけて終了です。しかし立ったり座ったりの繰り返しで結構疲れますよね。最後はチェーンの針の調整をしています。交換終わりました。今回でスイングアーム編は終了したいと思います。ほとんどね、内側は全く見えません。この辺だけあの範囲は狭いんですが、これからお手入れする時の楽しみが一つ増えました。今回は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。